靴沢湖は長野県塩尻市にある湖。品濃川水系、靴沢川に建設されたダムによって形成されるダム湖である。現在の塩尻市西部であるセ場村では、かつて灌漑用水を主に奈良川下流域より取水していた。そのため取水できる水量は時期によって変動し、水不足の度に水をめぐって争いが巻き起こった。長野県は、 地域の農業用水を安定して確保するため、県営セ場村街2カ所農業水理事業を計画。小高い丘に囲まれた靴沢側をせき止めるように土砂を26.9メートルの高さに盛り立て、滑水器に備えて約92万立方メートルの水を蓄えておくというものである。ため池の建設工事は1940年に着手され、 1953年に完成した。その後、1966年から1968年にかけて、園庭の漏水調査を実施、合わせて、グラウト工事、洪水地に放流するための予水破棄、機関、操作室を新設。1985年には、県営ため池等籠給施設整備事業の一環として、改修工事が行われた。 もともと農業用として確保された靴沢湖の水であったが、1973年より、上水道水源として利用され始めた。靴沢湖から足の多浄水場に送水し、応流式沈電池、急速炉化を経て、塩素消毒処理を行い、塩尻市広岡地区、吉田地区に水道水を供給している。1日あたりの排水能力は1973年当初、 7000立方メートルであったが、都市発展により水需要が増加を見せ、現在では、塩尻市の浄水場として、最大となる9000立方メートルに達している。近年、その役目を終えたとして、水が抜かれ、埋め立て工事が進行中である。靴沢湖空撮。国土交通省、国土画像情報より作成塩尻市内には、靴沢湖と、 同じく農業用水用のため池である緑湖がある。公園としての整備が進み観光地として賑わいを見せている緑湖とは対照的に靴沢湖周辺は静けさに包まれている。湖面開放にも消極的で湖を周回する道路では遊泳や釣り、ボートを禁止する胸の看板がよく見かけられる。靴沢湖から山を挟んで 東の足の多集落とを結ぶトンネルとして観音寺水道がある。入り口から出口まで一直線で、長さは100メートル少々。2.5メートルの車高制限が設けてある。道幅は乗用車1台が通れる程度と狭く交互通行となるが、交通量の少なさから信号機などは設けられていない。内部照明として一定間隔ごとに蛍光灯による、 天井灯が取り付けられている。ありがとうございます。